バズーカを持つボブ・バーンズザ・イブニング・ワールド1919 19年9月3日号に掲載された記事バズーカはトロンボーンのような伸縮機構を備えた長さ1メートルほどの金管楽器である第二次世界大戦以降はバズーカという名前はもっぱらこの楽器から名を取った蛍光ロケットランチャーもしくはそれに類する形状の兵器の属称として用いられているアメリカで 主にラジオ番組で人気を博したコメディアンのボブ・バーンズが1930年代に使い出したのが書質だと考えられている。バーンズのほか、ジャズ奏者のヌーン・ジョンソンやサンフォード・ケンドリックなども演奏した。バズーカという名前は英語の俗語で口や自慢話を意味するバズーとされている。口径の異なる2本の句だとロートのような形のものがあれば、 特別の作成技能がない人々でもこの楽器と同様のものを作ることができる。金管楽器のマウスピースか似た形状のものを装着して唇を当て、息の流れで直接唇を振動させることで、管の長さに応じた波長で空気が振動し、楽器が推面される。そのため管を伸縮することで、音の高さを変えることができる。管のもう一方の端のロート状の形状により、 水明効果が高められる。しかしバズーカの場合は、ロート部が非常に大きいため、管を伸縮した場合に、音の工程に伴って音色も大きく変化する。これによるエコーのような音響がこの楽器の特色である。バズーカでそうされる音は、実際には、単純な倍音ではなく、多くの成分を含んだファルセットとも言うべき音である。バズーカの伸縮感以外の部位は、トロンボーンとは異なりほぼ、 メガホンと同じであり、音響の増幅の機能を担っている。ありがとうございます。